眼科医の平松です。今日は網膜色素変性症の方の、飲み薬とか、栄養とかそこら辺について、いいと言われているものってないのっていうののお話をしようと思います。もう一回整理すると、網膜色素変性症の方もちょっと見てくださってるみたいで、網膜色素変性症っていうのは目の網膜っていうのの色素が変性変化してしまうような病気なわけですね。で、残念ながらこれは、遺伝的な問題があるわけなので、お薬をして治るというのは今のところはないっていうところです。ただ、他の動画でも紹介してますけど、今新しく遺伝子異常なわけじゃないですか。なので遺伝子異常に対する薬っていうのが、実はアメリカの方、アメリカだけじゃないな、で治験研究っていうのはあるんですよ。で、ちょっと別の動画でそういうのを紹介しますんで、それはそれで別で見てください。今回はあくまで、普段診療とか普段ご本人が飲んだりできるようなことのお話をしようと思います。よく出される眼科ではアダプチノールっていうのがあると思います。結構前のデータなので、これ自体が本当に効くかどうかっていうの真偽は今のところ不明ですけれども、日本の医療機関では比較的、こういうのを出すことがあります。で、もう一つがビタミン A ですね。ビタミン A って、よく人参とかに含まれてますけど、そうすると網膜電位図って、簡単に言うと網膜の機能ですねを見るようなのがダメージが少なくなるんじゃないかっていうデータは多少あります。もちろんバンバン効くとかそういうわけではないんですけど、ちょっと頭に入れていただけるといいかなと思いますね。で、あとはルテイン、いろんなね、食べ物に含まれてますけど、ルテインとかもある程度効果があるんじゃないかっていうふうに表現されていることがあるので、ルテインを取っていただくのも、ルテインだとほうれん草とか、そういうのに含まれているものがあると思います。で、一応っていう程度ですけど、 DHA、ドコサヘキサエン酸って言って魚に含まれているものも、比較的効果があるんじゃないかっていうデータもあるわけですね。で、っていうように、基本的にはこれでバーンと効くっていうのがないわけですけども、これらを組み合わせたり、サプリメントとかね、日常の栄養の中で取れるやつって別に無理なく取れるじゃないですか。であれば、少しでもっていう意味合いでちょっと考えて摂取していただければと思います。今日は網膜色素変性症の方のサプリメント、食事についてのちょっとお話をしました。